あ、どうぞ。よいしょ。じゃあね。さあ釣るぞ。よし。オッケー。さあこちらでやりましょう。ポッポちゃん来た。大丈夫か？ああ。大丈夫大丈夫。はい、ではね、釣り開始ですね。開始しました。疲れたね。腕パンパンすぎて何もできない。まあ頑張ってね。頑張りますよ。はい、頑張ってください。頑張ってくださいね。釣りますよ、今日は。お、今何投げてるんですか？今セットアッパー投げてます。あ、セットアッパー。はい。いいですね。青物狙ってますね。青物狙ってます。なるほど。今日は出ますよ。ですね。はい、もうぶら下げて帰りましょうね。間違いないです。自転車にぶら下げて。もうね、青物をみんなに見せびらかしながら帰りましょう。はい。頑張りましょう。頑張りましょう。さあ、レンジバイブで。今、沖の方で跳ねたね。うん。めっちゃ沖の方で。お、ベイトがチラチラしてきた。ちょっと待った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 。これは。よし。おお、びっくりした。行こう。だよね、飛ぶよね。で、今さ、ここら辺ベイトがちょっと浮いてきたでしょ。さあ、ちょっとね、当たりがないので一旦ワームよいしょ、こんな感じで一旦ボトムを見て状況が変わったらまた変えます。でないとね、精神的に持たないんでね。え、なんか来た？なんか来てる、クリナ。なんか来た？マジ？あ、ほんと、なんか釣れてるわ。おーいしょ。やったやん。来た、この城。来た、でけえこの城。やった、坊主の鐘。でかいじゃん。やった、イエーイ。あ、これ美味しいやつだ。よし、やった、この城が来てる。おお、すげえ。やったー、やった、坊主曲がる。俺の蝶か。横取り、横取り。俺の蝶か。じゃーん、じゃーん。でもこの子今ね、ちょうどね、小1時間ね、おじいちゃんに捕まってね、ずーっとね、エロい話ばっかされとったからね。もう聞いちゃおれんかった、俺横で。帽子にカメムシ。待って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 。あ、カメムシついてますよ。うん、あのさっきのエロい話したおじいちゃんに撮ってもらえ。また小1時間かかるじゃん。よし、じゃあこれね、撮っときましょう、ね、どこに入れましょうかね。さあ、この城連れてくれたね。なんか釣れればね、いいっすよね。おお、いい、やったー、ポポちゃん。お、これ坊主の彼じゃないですか。どういうノリ？坊主の彼。
やりました。美味しいですか？美味しいですよ、塩焼きで。塩焼きしよう。ねえ、よかったね。よし、もうちょっと行こうね。今日は何かあるぞ。何かある。おお、この城だ。この城でした。この城が来ましたね。やっぱなんか釣れると嬉しいね。なんかね。なんか釣れると嬉しいね。この城でもね。これ映ってるのかな？もうちょっと後ろだな。なんかメニューが見えない。あ、メニュー。今ヤックンうんこしに行った。うんこ行ったの？うんこ。ヤックンうんこ行ったんでカメラ乗っ取りました。頑張ります。じゃあねー。乗っ取ったった。乗っ取ったった。オッケー。トイレ終わった。いやーやばかった今。釣りどころじゃなかったわ。危うくみんなの笑い物になるとこだった。よし、お兄さんにも。よし、ポッポちゃんたちはあったかいですか。カゴがあるって便利だな。よし、うん、いっぱい出たよ。ティッシュ足りました？足りた足りた。あざます。はい、あったかいやつ。よいしょ、よいしょ、お兄さん。はい、コーヒー。 ありがとう。よいしょ、よし、やってこう。また、まただ。よいしょ。塩焼きが増えた。塩焼きめっちゃ増える。塩焼き欲しい。美味しいからね。ね、でもなんかもっと美味しそうなもん食ってんね。大丈夫です。ありがとうございます。ポッポちゃんキャスト上手くなったな。キャストね、はい、一回持って、はい、こう持って、はい、こう持って、はい、ここまで上げる、はい、こうまっすぐこうして、はいはい、でこれをこっち引くやんて、こっち、はいはいはい、うん、真下に真下引くやんて、でこれをピクに離してよ、はい、こうで最後こうこれぐらいまで行くやんて、わかる？離してから、うん、疲れてくるとさ、あの飛距離が落ちるがん、はい、でピーが絡んだりするんだって、これが本当は本当はこれが一番、これぐらいが一番いいわけ、ストロークは。ね、これピタピタ、ストロークはこれやん。でも疲れてくるとこんなもんから始まるんやって。そうすると、キャストミスとか起こるんやって。なんで、なんかこれで。音がえげつない。えぐい、えぐい、えぐい。え、どこ行った？なんか、あの、バシャーンみたいな、シャーンみたいな。それやったら投げるの楽になりました。全然楽でしょ？いいね。いい感じ、いい感じ。おお、くた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 、なんかくた、なんかくた、なんかくた。おお、ビビった。お、なんか襲ってきた。サヨリだね。サヨリがアタックしてきた。ビビったわ。いや、もうね、アタックしてきたもん、本当に。すげえかっこよかった、アタック。やったー、さよりちゃん釣ったぜ。おっ、おっしゃ、なんか食った。あー、この城かな、この城やろな。よく行く、よく行く。よいしょ、面白い、よく行くもん。裏切らんのはこの城だけだわ。他の奴らは帰った。
おおおおしおしおしくた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 よしくた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 なんかあなんだろう あ違うちっちゃいちっちゃいなんだあこの城だまたなんだめっちゃいい感じだったのに今またこの城だうわーめっちゃいい感じだったのにすげえ良かったのになんかが出てたんのあそこにごめんみんな今日ね、はい、この城ばっかだわ塩焼き美味しい本当あーポジティブでよかったよかったポジティブでそれやっくんが最近ちょっと聴覚が大きすぎるからちょっと超えてるごめんそうだったあれが当たり前じゃなかったごめんあれに慣れちゃダメだったんだダメですよ釣れることに感謝本当にそうだよねでもなんかやっくんが言うとちょっと私ちょっとうーんって悔しい気持ちになるなーいや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 だんだん釣られちゃったからいやでもそうだよもう視聴者さん聞きました皆さん聞きましたこれね、慣れちゃダメなんですよあれ前回触れたけど、今回この城そんなこと思っちゃいけないまあ、引き続き頑張りましょうね頑張りましょうやっくんが竿ぶちまけるとこ待ちなんで絶対釣るからいいよはいアマトのアングラーがいるけど僕だけ釣るから俺のターン俺だけ釣るから寄って俺の釣り場、俺のターン俺のための魚え、取って大丈夫なんですかやば、マジですえ、ちょっと待ってえ、すげえたまたまでしたえ、やば、やばいマジ有言実行じゃないですかこんなん持ってって、これだって空で帰ってきたら笑いもんじゃないですか。一匹釣ってから持ってったんですよ。持ってってクーラーボックス入れて、はい、でもう一匹釣りたいと思って持ってきたんですよ。マジですか？でもう一匹釣りました。でかいでかい。まあでもあのお兄さんが有言実行でよかったですね。ちょっと。中身何かなってめっちゃ気になりましたね。そうですね。これを持ってた時僕見たんですけど拝見したんですけどちょっと勇者現ると思ったんですけど、さすがでした本当に。お兄さん、それ俺二人かけてもらっていいですか？ダメです。それ私が。今日触らのあれメートル訓練2枚上がった。今あの人ともう一人向こうで2枚上がった。あれですね、あの釣れたらさ、放送でさ、あの何番台釣れましたみたいな欲しいですね。何百メートル付近釣れましたみたいな。海藻に突っ込んだ瞬間あれ見た瞬間だった来たってすいませんでしたお疲れ様です。本日は動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いいねコメントいただけたら嬉しいです。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録も押しておいてください。ベルマークもお願いします。言わないの。おすすめの動画もね、こちらありますんでね、よろしくお願いします。バイバイ。バイバーイ。言わないじゃん。最後言う。